はい、結局ワインを飲みに来ました。はい、結構お値段はねしっかりしますね。美味しそうです。あ、este es el vino? Gracias! Sí! Bien! Gracias! 今テイスティングさせてもらいました。美味しい、すごい、なんだろう、めっちゃ塩味っぽい。このマルベックのレゼルバという、値段的にはまあ上から2番目くらいのものにしてみました。なんかせっかくちょっと、なんだろう、いいやつ飲むんなら上からのやつの方がいいかな。すいません、一番上に行く勇気はないっていうね。ワイン専門店で、ほんと、いろんなのがある。ルゼンチ、ほんとワイン美味しいから、スーパーで買ったワインとかでも十分美味しいんですよね。なんで今日私は結構ここに来て贅沢をしております。でもね、たまにはいいか。よし、美味しそう。はい、すごい美味しい。あー、帰る。なんか結構いろんなお店がたくさんあって、私この後は隣のスペインバル行ってちょっとタパスをつまもうかなって思ってるんだけど、なんか横丁みたいね、言うたら、日本でも最近結構多いけど、すぐにこう隣の店にはしごができる、はしご酒に超いいところですね。飲み進めていってめちゃくちゃ楽しくなってきました。非常に。いろいろね、おかずがあって、めっちゃ美味しそう。で、このタパスが5種類と、2つ飲み物がついてるやつにしました。もうね、だんだんやっぱり酒が入ると考えるのがめんどくさくなってくる。で、まあ、それで1000円ちょいぐらいかな、この680ペソなんで、まあ、飲み物2杯ついてタパス5種類は全然いいでしょうっていう感じ。タパスはお任せみたいです。5種類は自分でチョイスはできないっぽい。でも飲み物は選べる。飲み物はこの、この中からって選びましたね。お水、フラジャス、炭酸水、あとはね、ガセオサは、あれ、コーラとか、スプライトとか、そういう炭酸のジュース。あとは、レモネード、ビール、ワイン。あ、でもグラスでも結構、普通に、なんだろう、リーズナブルというか、でもね、今来たのが、こんなちっちゃいグラスで来ました。いや、まあでも日本で行ったら別にちっちゃくないよね。これでもでケーニアってちっちゃいよって言われたけど、別にちっちゃくはないよな、多分な。はい、というわけで、まあ2つ選べるってことで、とりあえず最初はビノティント赤ワインにしてみました。どうなるかな、何が来るかな、楽しみ。全部美味しそうだもん。この感じからしてね、祭りのようですよ、祭り。はい、今この小さいワインを飲みたいと思います。あ、美味しい。結構普通に酔っ払ってきました。でもまだ夜の7時ぐらいです。Pasita, ¿entendés? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Alioli con tortilla y jamón. Sí, sí, jamón. Zanahoria dulce con amapola. Sí, sí. Queso fundido al pesto. Sí. Alioli con langostino panko. Ah. Mermelada de remolacha con sí, queso sí. azul y cherry. Sí. Okay. Sí, qué bueno. Sí, gracias. De nada. Wow, mecha grande. Ya de. Doy. ビーツとトマトとエビ、エビフライと、あとはほうれん草と人参マリネと
ちらの人大好きな、ハモンですね。ハム。すごい。逆にちょっと食べきれるかなって感じですね。でも美味しそう、めっちゃ美味しそう。全部パンが一緒になってる。あとワインと。いただきます。さて、このめちゃグランデなタパスたちを食べていこうと思います。どうしよう、何から食べよう。このじゃハモンから。これまあでも多分全部食べないんだろうな、こっちの人。まあいっか。あ、オムレツが入ってんだ。オムレツのハモン。めっちゃうまい。結構ニンニクが効いてる。おいしい。ナイフとフォークってね、これで食べしたいっていうことですよね。これさ、やっぱさ、硬くて切れないわ。やっぱちょっと、なんか私日本人なんで手で食べますねって。
楽しいですね。はい、もうなんかだんだんただの飲んだくれモードになってきてるけど、トイレに行くにはこの鍵を借りてここにピッとタッチして、入るようになってます。ただこの中でやっぱり飲食をしないとできないようになってますね。出るときも同じように鍵をピッと押して、出れるようになってました。はい、ほどほどに酔っ払って、途中友達とテレビ電話したりとかしつつですね、やっぱり食べきれなくって、包んでもらって感じに心酔いで帰れそうな感じです。にゃー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 、はい、めっちゃ楽しい時間になりました。なんかもっとみんなたくさんできて、たくさんいろんなもの食べたり、はしご酒したらもっと楽しそうって感じ。まあ、でも一人も楽しかったです。はい、一人の人少ないけど楽しかったです。はい、サンテルモの夜、はい、頑張って帰ってスペイン語の勉強をしようと思います。ちょっとお酒入ってるけどね。ではでは、また動画も更新したいと思います。チャオ。